上座とは、日本の室内に関するマナーにおいて、身分の高い人が座るところ。大義語は下座。おおむね、入り口から最も遠い席が上座となり、イカ入り口に近くなるにつれて、下座となる。なお、これはあくまでも日本において通用する文化であり、他の国では、事情は異なる。日本国内においても上座、下座の意識には、地域差があり、沖縄県においては、 主品以外の序列はそれほど意識されないことが多い。以下に、和室、洋室それぞれについての紙座の原則を記す。なお、下記はあくまでも原則であり、部屋によっては別の席が紙座となる場合がある。例えば、景観が良い部屋の場合には、景色が最もよく見える席が紙座となる。基本的には、以下の席が紙座となる。洋室には当然ながら、 床の間はないので、通常は入り口から最も遠い席が神座となるが、暖炉の位置や椅子の形によって以下のようなルールがある。ヨーロッパのマナーでは、ホストの右隣に女性主品、さらにその右隣に男性の第三客、ホストの左隣に女性自客、さらにその左隣に男性第四客と座り、ホストの対面側にはホステスがおり、 その右隣に男性主品、さらにその右隣に女性第三脚、ホステスの左隣に男性自脚、さらにその左隣に女性第四脚と座る。全体としては男女が交互に座る形となる。ホストまたはホステスのみの場合は主品と向かい合って座る。乗り物の中も部屋の中とみなし、上座、下座が存在する。この場合、 やはり原則は、入り口から最も遠い席となる。船舶においては、船の最も後部の上層部が上座となる。これは、帆船時代の船長室が、船尾にあった名残である。乗用車においては、以下の順に、上座となる。後部座席、運転席の後ろ後部座席、助手席の後ろ後部座席、真中助手席運転席なお、これは日本のみのマナーである。 国際的な慣例では、助手席側後部が上座であり、運転席側後部はその次となる。日本でも、皇室や中央政界、中央官庁、大企業などは、国際慣例に準じる。列車、飛行機のように、座席が横並びの場合には、以下の順になる。窓側の席、通路側の席、真中の席なお、人によっては、通路側の席を好む場合があるため、 最も目上の人物に、どの席が良いか、あらかじめ尋ねることが望ましいとされる。列車のボックスシートの場合列車の場合、ボックスシートであれば、進行方向に向く席が神座となる。したがって、以下のようになる。進行方向に向く、窓側の席進行方向に向く通路側の席、進行方向と逆に向く、窓側の席進行方向と逆に向く通路側の、 石将棋騎士、女流騎士が公式戦を戦う際は上位者が上座に座る。他に上位者が王将を持つ先手、後手を決めるぶり後まで基準となる対局前と対局後に駒の出し入れを行うなどがある。2019年現在、日本将棋連盟公式サイトで騎士序列、女流騎士序列がそれぞれ明示されており、それによって上位者、 会社が決まる。また、連盟事務局員が対局場所を示すホワイトボードに、各騎士、女流騎士のネームプレートを貼る際に、東京、将棋会館での対局では、ネームプレート右側を、上位者、関西将棋会館での対局では左側を、上位者とする。しかし、上記はあくまでも慣例であって、 日本将棋連盟の規定ではないため、若い騎士がタイトルを取って急に序列が上がった場合などに、神座の譲り合いが起きることが珍しくない。佐藤康光は24歳で、竜王位を獲得した時期、大ベテランを相手に、神座に座るのも気は引けるとして、対局開始直前まで対局室に入らず、空いてる方に座るとしていたと語っている。衛星称号資格保持者、 かつ、無関の騎士同士の対局の場合は、先に、最初の衛星称号資格を取得した方が上位者となる規定がある。なお、タイトル戦では、男女騎士序列に関係なく、常に、当該タイトル保持者が、神座に位置して、対局を行う。落語家の世界にも神座、下座が存在する。16世紀、フランス王・フランソは一世のために、金採掘し。 ベンベヌート・チェッリーニが制作した、卓上塩入れチェッリーニ・ソルト・セラー中世では、長方形の長いテーブルの中央にハゲーと、ステータスの象徴である豪華な塩入れが置かれ、ホストと家族は、塩の前に座り、神座となる。英語の表現で、アバブ・ザ・ソルトは、直訳すると、塩の上流にという意味で、ホストから塩が回されてくるため、これを、神座に座るの意図した。 上座も下座もないテーブルとして、円卓がある。これによって、身分とは関係なく議論しようという理想が語られた。ありがとうございます。